安倍総理が生前ですね、台湾有事は日本有事というふうに申し上げました。今年8月、台湾はあらかじめ、告知をした演習ではありましたけれども、日本の EEZ に5発ミサイルが着弾するという事態になりました。まさしく中国が自らそのことを証明したことになったと思います。自由で開かれたインド太平洋構想、こういった同じ価値観を有する国々との連携というものは改めて必要であるということを、今回の訪台を含めてしっかり総統とも話をさせていただいたところでございます。中んづく台湾海峡の重要性というのは、安全保障上もあるいは貿易の上でも日本にとっては大切なシーレーンでありますので、これは同じ価値を有する日本と台湾でしっかり守っていく、そのことの確認をさせていただきました。会長すみません、大きな国庫はございませんけれど、しかしこの50年間自由、民主主義、法の支配といった共通の価値観を持って共に同じ方向に向かってですね、歩んできた大切な友人であります。したがってこの安全保障についてもですね、同じ危機感を有していると思います。したがって力による現状変更は認めない基本的な姿勢の下で、お互いができることをしっかりやっていく、そのことの確認はさせていただきました。